洗剤を入れる量は洗剤の銘柄ですとか洗濯物の量によって変わってきますので難しいですよね。洗剤を多めに入れすぎてしまいましても、洗浄力も上がりませんし、すすぎも悪くなる原因になります。洗剤が少なすぎますと洗浄力が弱まりますし、一度衣類から出た汚れが再び他の衣類につくという再汚染という現象が起きることがあります。洗剤や柔軟剤は適量使用することが重要になります。自動投入の洗濯機を使っていただけたら適量を手間なく測ってくれますので効果的なお洗濯ができます。